拓殖大学お願いします。どうも、セシブログを運営しているセシミです。今日は拓殖大学について解説します。たびたび野球部が話題になっている大学ですね。最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はいつも通りです。最初に基本情報といたしまして、所在地メインのキャンパス東京都文京区となっています。また設立年は1900年ですので、かなり昔からある大学ですね。学部としてはこちらの5つです。こちら一つ一つの学部については後ほど詳しく解説します。学生数、こちらすみません誤りですね、正確には8719名ということで、大規模な大学となっています。次に学費について、学費はだいたい130から140万ぐらいです。ただし工学部だけは165万円ちょっとと、かなり高くなっています。こちらの金額なんですが、入学金20万円を含んでいるので、2年目からはこちらから20万円を引いた金額になると思っていただければ大丈夫です。そう考えると、私立大学の平均学費年間114万円と大差ないかなというところなので、学費については、工学部以外は相場通りですね。工学部はちょっと高いです。こちら詳しく見たい方は動画を止めてご覧いただいても大丈夫ですし、こちらの URL からご覧いただいても大丈夫です。こちらの URL については概要欄に載せておきます。次に偏差値について、偏差値はだいたい40から50です。はっきり言ってあまり高くはないですね。ただ日本の大学偏差値の中央値43なので、ランキングで言えばだいたい真ん中ぐらいの大学となっています。次に有名人について、有名人かなり多いです。合計で178名います。こちら一部抜粋して載せていますが、中英、所ジョージ、かなり有名な方多いですね。またお笑い芸人、スポーツ選手、あとこちらには載せてないんですが、代表取締役社長等もかなり多いので、幅広い業界で活躍していますね。次に就職実績について、就職実績として公開されているのは業種別就職割合、そして主な就職先、この2つです。この2つがそれぞれ学部ごとに公開されています。こちら商学部と政経学部のデータを例として載せているんですが、その他の学部の就職実績についても知りたい方はこちらの URL からご覧ください。 URL については概要欄に載せておきます。次に拓殖大学の評判について、目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、最寄り駅が近いと。キャンパス2つありまして、文京キャンパス、こちらがメインのキャンパスですね。そして八王子国際キャンパスと、こちらの2つのキャンパスがあります。まず文京キャンパスの方から見ていくと、東京メトロ丸の内線茗荷谷駅から徒歩3分、東京メトロ有楽町線五国寺駅から徒歩12分と、ちょっと五国寺駅からは距離があるかなというところですが、茗荷谷駅からは徒歩3分近いですね。丸の内線っていうのが結構便利な路線ではあるので、比較的アクセスはいいのかなというところですね。次に八王子国際キャンパスと、こちらについては、はっきり言ってアクセス良くないですね。この高尾駅降りてからバスで行く必要があるので、アクセスは微妙です。なのでおそらくこの口コミについては、メインである文京キャンパスの方に通ってる学生の口コミでしょうね。2つ目、教職員の評判がいいと。具体的な口コミこちらにまとめました。1つ目、熱心な方が多い。2つ目、対応が丁寧。3つ目、仕事が早い。いや、これ当たり前だろって思うかもしれないんですが、大学の教員って結構評判悪いですからね。なぜかっていうと、やっぱりこう閉鎖的な空間で相手学生ってなると、やっぱり自分よりも年下の場合が多いと。ってなると結構人って横柄になっていくんですよ。で、これ国立大学とか私立大学とか関係なく、大学の教職員、教員はちょっと置いといて、特に職員ですね、学務支援課とか学生生活支援課とか、そういうところの職員って結構評判悪かったりするんですよね。で、実際評判通りの態度だったりするもんなんですよ。僕もね、大学生の頃は本当にいろいろあって、イライラしたことも100回ぐらいありましたけど、本当にそんな感じなんで、こういった口コミがあるっていうのは本当に大学としてきっちりしてるんだなという印象を受けますね。3つ目、校舎内は狭いと。こちらがキャンパスマップになります。ただキャンパスマップ見ても校舎内ってよくわからないと思うので、実際の校舎の様子とこちらで説明します。こちらの URL からご覧いただくと、こういう一つ一つの校舎の様子とか詳しい説明とか載ってるんで、こちらご覧いただければと思います。はい、この動画では拓殖大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメント等していただいている方、ありがとうございます。リクエストも随時募集しておりますので、バンバン送っていただければと思います。動画に対する要望とか感想とかも大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。次回は明治大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。